はい。皆さん、こんにちは。慶応義塾大学言語文化研究所の川原茂人です。今日はお家でできる共鳴の聞き方についての動画を撮りたいと思います。えー、この動画で、えー、空間の大きさとその空間で共鳴する周波数の高さの関係をつかんでいただければと思います、えー。共鳴ですが、これは音響音声学を理解する上での肝になります。 簡単に言うと、ある空間で共鳴する音の高さは、その共鳴感の大きさというか長さに反比例します。この実験もお家でできますので、ぜひお子さんとやってみてください。ただ少しコツがいるので、えー、っと幼稚園生は難しいかもしれません。うちの5歳の娘はちょっとできませんでした。用意するものはペットボトルと水だけです。色をつけられるとちょっとわかりやすいかもしれません。 はい。用意するものですが、えー、このようにペットボトルに水を入れるだけです、えー。私はこのように4つ用意しましたが、1つでも十分です。えー、このように水が、えー、水の量が違いますけれども、えー、1本の時は水の量を変えて調節してみてください。はい。これを笛のように吹きます。 このように水位が変わるとですね、この空間の大きさが変わるんですね。で空間の大きさが変わると,、えーとえー、ここの部分が短くなると、そこで共鳴する音の高さは高くなります。えー、長さを調節すれば、7本用意してドレミを、えー、演奏することもできると思います。というか、誰かやってるかもしれません。以上です。